宮城さん、ちょっとあれですね、右足外側の時にお尻が落ちすぎるんですね。だからどうしても次の切り替えで煽っちゃうんですね。そこも少し加重しながらお尻の位置残せるようなイメージあるといいかもしれないです。